今回は、天使の腹渡、赤い教室。監督は、曽根中世。1979年の作品です。エロ本の出版をしている村木は、たまたま鑑賞したブルーフィルムに出演していた女性に、奇妙な禁止感を感じ、ただならぬ興味を覚えます。やがて出会う男女が行き着く先とは、というお話です。出演は、水原勇気、神江慶三、水島美奈子、堀レイモンほか。原作は石井隆の漫画。急激な経済発展を遂げる昭和50年代の日本で、日活ロマンポルノという、独特のメディアが映し出すその闇。清純派歌手として知られた水原勇気の大胆な濡れ場が話題となりました。偏見を振り払い、一見をおすすめする名作です。